だよ。もう、飲め飲め。なんで取り上げるのさ、それ私のなのに。先輩の命令なんだから、貸しなさいよ。ちょっと、腕長いんだから、届かないってば。酔ってなんかないよ。帰らない。今超盛り上がってるところじゃん。せっかく先輩、ほら先輩たちも楽しそうにさ、あれ彼氏かな。おお、ああいうのがタイプだったんだ。意外だな。安心しなってば。私の彼氏は今、君なんだからね。あ？ふりって言っても、いつ彼女じゃないってみんなに言うの？バイト先のみんなにもそれバレちゃったしさ。最近大変なんだから、どうやってごまかしたらいいのかって。君の嘘に付き合ってあげてるんだからさ。嘘っていうのはあれです。彼がキスしたくないっていうのが嘘っていう意味で。だってそうでしょ。あんなにキスコールがあったのに、全然チューしてくれないじゃん。弱くないってば、お酒。弱くないよ。私っぽくないってどういうこと？ねえ、帰らないってば。嫌いになった。君に喜んでもらいたくて頑張って盛り上げたんだけど、空回りしちゃったかな、私。反省してる。彼氏の前でしか飲まない。だから、そんな怖い顔しないでよ。いつも私の前じゃヘラヘラしてる君がさ、そんな鬼のような顔してきたら、落ち込んじゃうよ。なんで謝ってるの？悪いのは私だよ。君にそんな顔させちゃって。可愛いっていうの許してあげる。だからいつもの君に戻りなよ。それ、ペットをめでるような撫で方だと思うけど。私の頭本当に好きだよね。許してくれた。許してくれたんだ。さすが私の愛しの彼氏。酔ってるか酔ってないかで言われたら、どっちなんですか？私って酔ってますか？酔ってるって、変わっちゃった。じゃあ彼氏が私のことを持ち帰りしなきゃね。さっきの怒った顔とは全然違う顔。それって何？真剣な眼差し的なやつ？その顔も好きかも。ごめん。
飲みすぎちゃったのかも。どうしよう。うん、一人で帰れるかの不安もあるけど、今はどうしようもなくキスコールに答えたくなっちゃうんだよね。じゃあ二人っきりの時にするよね。うん、していいよ。しなよ。くすぐったいよ。いつも怒ってばっかでごめんね。どんどん君のことが本気で好きになってきちゃって、どうしたらいいかわかんなくて、たくさん飲んじゃって、最近ごまかせなくて、ね、私と本当の恋人にならない。寝てほしいの。ね。